3月27日役場南西庁舎で6次産業化地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式が行われました。今回認定を受けるのはみかんの生産、販売、加工のほか南伊勢ブランド商品などを手掛けている農事組合法人積み木です。認定証交付式には東海農政局、三重県、南伊勢町などの関係者も出席し、認定の経緯や今後の展開などについて説明が行われました。農事組合法人積み木は平成12年に設立され、南伊勢町の立地を生かした特産物である温州みかんを中心に各種の柑橘類を生産しています。その他柑橘類を加工した商品の開発や直営店で季節ごとの柑橘類や加工品の販売を行っており、積極的に6次産業化に取り組んでいます。また平成24年にも6次産業化総合化事業計画の認定を受けており、今回は2回目の認定となります。全国的にも2回目の認定は数少ない事例とされており、同法人の取り組みが注目されていることがうかがえます。今回の認定においてはみかんだけではなく、新規性のある作物として亜熱帯果樹であるパッションフルーツの栽培と果実を利用した菓子類などの委託製造直売に取り組むことを目標としています。パッションフルーツの栽培は高齢者や女性、若年層でも作業に携わることができ、雇用創出が見込めるほか、柑橘類がない夏場における売上確保などにつなげたいとしています。で、この町で貸し合ってこむとそれなりの大所得というか必要になっています。で、私どもで一番その農地を造成した時から思っているのは、地域雇用、地域の人たちと一緒になって何ができないかなということで、おばちゃんたちとかおじちゃん一緒になって地域を盛り上げてしていきたいなということの中で、夏場うちのパートさんの中でも気象や行って、3時間ぐらい働けへんかなっていうような、こういうような要望があったりするんですね。そういった方に来てもらって受粉作業です。場所の受粉作業だとか目かき作業だとか、そういったことをしてもらいながら、地域でやっぱりこういう過疎化の町でありますけども、楽しく元気にやれるような、そういうこう場を作っていきたいということで、今回更新の応募をさせていただいた。